西教授です、えー。この教材では、えー、東大の、えー、問題傾向、そして大まかな分析、そして各問についてどう解いていくのか、そして特にどういう勉強をやっていくのか、ということについて、えー、説明していきます。でまず、は、え、じ、ー、めに、毎年どのような問題が出ているか、これを順番に考え、問題の趣旨、どういうつもりで出したのか、だからどのような勉強をするのか、ということを明確にしていきましょう。 まずは、東大は一番。一番のところで、ほぼ要約問題が例年出ます。要約の場合は、相手が何を言いたいのかということをしっかりつかみ、そしてなおかつ主張していることを書く側も確信に据えて書くということが要求されています。そういう点では、どのような勉強をすればいいのかというと、まず読むとき、読む姿勢からして大切です。読むときにロジカルな読み方ができるようにする。 このロジカルの読み方っていうのは、えー、約問題を説明するときに、もう一度詳しく説明しますが、日本人にはかなり馴染みが薄いです。つまり、日本語というのは、プレロジック、ロジック以前と言われていて、お互いに共感できる、言わなくてもわかる、あるいは、えー、言語がする必要もないっていう部分が多いわけです。ですから、えー、新聞のコラボなんだでも、文と文が全くつながっていない。なんか適当に書いてるように見える。 そして最後で何か帳尻がついているっていう文が平気で受け入れられます。ところがそれは英語にできない文なんですね。英語というのはやはりあることを書いたら次はどういうように書くかっていう枠組み、進行。これがほぼ決まっています。ですから言いたいことを言ったら言いっぱなしではいけない。言ったら次はサポートするな。そしてサポートの仕方っていうのも結構自由ではありません。例を挙げるとか対比を挙げるとか。 そういうことをしていくわけですね。そういうようなロジックのフレーム、枠組みです。それを意識しながら文を読んでいく。ということですね。そういう読み方ができれば、内容をつかんだり、あるいは、ある字数内でものを書こうと思った時に、どこを中心に据え、どのような順番で並べ、ということが明確になっていきます。ですから、ようやく問題も、まずは、読み方。ロジカルな読み方。ここから始まり、そして表現技術へと向かっていくわけです。 これをなんとなく読んで、大体いいこんなことだったな、と思って書こうとすると、主張が確信に据えられた文を作ることができません。さらには、次には段落正常、あるいは文章の中で、論旨に関わりの薄い文を選ぶ、という問題が出ています。これはいずれも、問題を出す側の趣旨としては、同じことを聞いている、と思ってください。段落正常っていうのは、基本的にはロジカルを考えたときに、 どのような順で進行するのかということを聞いているわけですね。これはやはり日本人の場合は伝達したいことがバラバラであってもなんか帳尻がつくんじゃないかというふうに思っている節があるというのが常に考えられるので。ですからどのような順番でないと伝わらないのかということを聞いているわけです。また、論詞に関わりの薄い文、これを選びなさいというのは合理的伝達。 これを聞いてるわけですね。合理的に伝達しようと思った時に余計なものが入り込んでくると相手に伝わりにくいです。ところが実際に日常的に喋ってる時にはあれやこれやと思いついたことやちょっと関係のないこともたくさん入れますよね。それは日常会話では構いません。しかし、論として相手に何かを伝えたいというように思った場合にはそれだと伝わりにくくなるわけです。ですから余計なことは書かないと。ロジカルにきちんと。 線形に、ライン、ネアですね。まっすぐ、相手に伝達していく。ということを、東大は段落正常あるいは、論子に関わりの薄い文を選びなさい。外しなさい。ということで、聞いていると。そのように考えてくれればいいです。ちなみに、科学雑誌では、世界レベルで発信している雑誌。もうすべて英語の投稿になりますが、わざわざ、日本人の投稿に関しては、ネイティブチェックを入れろ。 というように正し書きをなされているものは結構あります。ちょっと恥ずかしいことですよね。でその時は英語そのものの表現自体よりはむしろ文章構成の面でわかりにくいということが多いようなんですね。ですから東大はこのように段落制御とか論旨に関わりの薄い文、これ選ぶということを聞きたくなるわけです。続けて英作文。これが出ます。 まあ、会話の補充問題が出たり、ようやく英作文が出たりすることがありますが、近年は基本としては自由英作。あるテーマに対して英語を書くということが問われています。で、これも、えー、昔の問題では内容を問う問題ではない。あくまでも英語表現力。これを問う問題だ。というようにわざわざ問題に書いてました。それを書いてるということは、やはり東大を受ける説ですから。 考える力ありますよね。いろいろ考えます。いろいろ思います。あるいはいろんな文章を読んできたので、いろいろなことを思考したり、深く書こうとします。しかし、そんなことは英語で一定時間には書けないのです。それが実際に東大受験生の力です。これは、えー、とても厳しいですけども、それはもうそう思ってください。あなたたちは自分の思うことを思いの丈を全て英語で綺麗にまとめる力はない。こう言われるとがっかりしますけども、もう言い換えれば、 あなたたちの思考力は、英語表現力をはるかに超えてる。まあ、こう言われると褒められた気がしますよね。まあそう思っても結構です。で、いずれにせよ東大が聞きたいのは、一定の字数内で、余計なことは考えなくていいから、正しい英語で、正しい順番で書きなさい、ということです。そう考えてみると、段落制御とか、論詞に関わりの薄い文を選ぶということと、全く同じ趣旨です。ですから、 英作文の形であろうが、読む形であろうが、東大が聞きたいこと、何をさせたいかということは、基本的にはこれから必要になる、英語を運用する力、これをまず身につけてくれということなんですね。ですから、英語自体の難しさ、英語自体の複雑な表現、それを聞くことはしません。ですから、君たち側としても勉強の仕方の焦点を定めやすいというふうに思います。さらには、リスニング。 これはまあコミュニケーション時代ですから相手が喋ってることを聞き取るということはもちろん重要になりますね。それがえ問題で出ます。で実際問題、えー、勉強の仕方としてはある一定の時間、ちょっとぐらい聞き取れない単語があっても少々明確じゃない部分があってもある一定時間にわたってまあ人の話を聞くと。そして何を言ってるかつかむと。まあこれも人の話を聞かない若者は多いですし、人の話を遮ってえ喋り出す。 という人たちもたくさんいます。が、それじゃいけないと。まず相手が言ってることはちゃんと聞き取りましょうと。最後まで聞きましょうと。ちょっとぐらいわからなくても把握しましょうと。ということを聞いてるわけです。で、問題自体は、えー、問題が冊子に印刷されている場合もあります。が、印刷されていない場合もあるわけですね。ですから、入試傾向にあまりとらわれてはいけません。こうなるはずだからこうとこうとか、先に問題を読んどいて解いた方が有利だとか。 そういうことは、最後の最後に、ちょこっと考えればいい話であって、勉強していく段階で考えることではありません。まずは、内容を聞き取る力。これに関しては、どうやれば聞き取りやすくなるのか。ということは、リスニングの回、これ1回設けてますから、その回で詳しく説明していくことにします。さらには、東大は文法を聞きます。文法問題を、ポソッと、少しだけ毎年出すわけですね。 これが、えー、不要な語を指摘するとか、あるいは語分訂正であるとか、形式は一定していないかもしれません。で、実際受験生を見ていると、これは意外に手こずってます。なぜ手こずるのかというと、文法の勉強っていうものに対しての考え方、これが根本的に間違ってる場合があるからです。文法は自分でできる。問題集だけやればいい。量をこなせばいい。というように思い、 問題集でパターン演習だけをしている生徒。これはたくさんいます。それでセンターは十分です。あるいは四択問題ならば何とかなるでしょう。が、いちいち四択問題で聞かない問題。つまり、四択になる以前と言ってもいいですね。以前の土台になる文法。そこをきちんと押さえていない生徒が多いわけです。それはなかなか四択問題にはできない領域なんですね。そこを東大聞いていきます。ですから、例えば、上を。こんな簡単な単語。 この単語が副詞とかの前で強調で使えるといったことを聞いてくるわけです。ごく基本的な単語をきちんと分かっているか。ごく基本的な文法を常に使える状態で自分のものになっているか。そのようなことを問題形式として聞いているわけです。ですから、配点の肘は高くありませんが、なぜこれを出したいのかという意図は意外に読める気がしますね。ですから、文法の問題。文法の勉強をするときには、ただ、 表面的なパターン認識。そのような演習量を重ねるのではなく、まあそれももちろん必要ですけども、それだけではなく、まず土台になってくる文法。極めて基本語の使い方。このようなものをしっかりと意識して勉強するということが必要になります。さらには、下線部訳、これを聞きます。でこれは、もう聞かなくてもいいんじゃないのかっていうように、しばしば言われる問題です。が、意外にしつこく聞き続けています。 しかも、一般的には短いです。長い文を読んで、内容を理解して書くというよりは、ごく短い。5行とか6行とか、その程度のものを読んで、状況を把握して、日本語で説明すると。そのような問題が出ているわけです。ですから、難解な公文を、S、V とか、ね、これが何とか説で、ここにかかって、とか、一生懸命公文把握をやり続ける。 というような勉強は検討外れです。もちろん公文把握力はあらゆる読解のベースになりますから最低限のところまでやる必要があります。ただそれは卒業しなければいけません。いつまでもいつまでも S とか V とか打ち続けてるとかいつまでも延々と複雑な公文をパズルのように追求するそのような勉強は要求されていないのです。実際に東大側も柴田先生が総長だったところには 複雑な公文を解析し、公文は見えていると言わんばかりの日本語学生とが損をするような入試問題を作りたいと,とはっきりと述べておられますですから今の勉強方法が間違っていないかどうかこれをしっかりと自己チェックしてください S とか V とかを取るのは最小必要限度までは意識化して勉強するある段階を超えた場合にはそれを深追いしない無意識にできるレベルにするそして無意識にできるレベルのものしか出ません ですからそこまで公文把握をし状況を分かりそれを今度は日本語で表現していくということが問われているわけです。特に物語的なものの場面を聞り取って出す問題などもありますがそれはあるる一定時間で状況を的確に把握すす。とといいうことがままずは優先されていますその上で日本語で素直な日本語で表現するという日本語表現力が問われているわけです。 最後に、えー、長文問題。これを東大を持ってきます。長文問題に関しても、いわゆる南韓国立、京大とか大阪大とかのように、抽象度が高い文を聞くっていうことは、ほとんどありません。ほぼ日常レベルですね。日常レベルの文章。まあ物語文の場合もあれば、説明文、論説文の場合もありますが、エッセイにしても、それほどガチガチのエッセイが出るわけではありません。ですから、 それほど文構造が難しいことはありません。単語が複雑なこともありません。ただ、ある一定の時間内で読み、そして状況を把握して、そして状況を把握しているかどうかは問われるという問題が出ているわけですね。ですから、勉強の方向としては、5番に関しては、ある一定のものを短い時間で内容を把握していくということ。そのような勉強が要求されているので、できれば、うん、古い、 難しい文章を当たるよりは、今ネット。ネットあたりで見かけるようなエッセイ。そういうものに触れていく。といった勉強の方が、むしろ必要だ。というふうに考えてください。1番から5番まで。大まかにラインを説明しましたが、全般としてはあくまでも英語を使う力。そして今の時代に必要とされているもの。そういった実践的なこと。実用的なこと。これを東大は聞いていると。いわば、情報処理能力。 ですね。情報を処理する、受け取る、また発信する。それを聞いている。というふうに考えてください。で、勉強方法としては、やったら問題をこなせばいいというものではありません。やったら問題をこなしていこうというのでは、到底得点は上がりません。まずは質です。要約問題でも、自分が書いた答案と、実際の模範解答。これにどのようなギャップがあるのか。どのような表現力が自分には足りないのか。 何を考えていないで書いてるからそのような答案になってしまうのか。これを丁寧に検討していく。そしてそれを徐々に自分のものとして身につけていき。そして答案を順番に書いていく。このようなことが必要です。実際私が教えているところでも、25年分、この要約を書かせ。そして修正し書かせ。修正し書かせ。これを繰り返していくうちに書く力が徐々についていくのを目の当たりにします。 これは一遍にたくさんやって、どんどんやりゃいいという勉強だと到底身につきません。ですから初期段階では丁寧に読む。要約問題は実際は15分ぐらいで処理しなければいけないわけですが、時間をはじめ気にしなくていいです。丁寧に読む。丁寧に書く。そして自分がどう思って、どう焦点を定めて書いてるのかという自分が何をしているかについての自己分析。これをしていく。そして実際に正しい軌道。 これは、この今回の講義でも示していきます。正しい軌道と自分のズレ。これをちゃんと自覚し、軌道修正していく。そのような勉強。そして合格に向けて、まずは焦点を定め、何をやっていくのかを明確にしていくこと。これが一番大切になってきます。そのことについて、この講義では順番に問題計画。ン 1. 1> はい、それでは、まずは要約問題。要約問題の解き方を説明していきます。 で、教材の使い方としては、まず問題を解くと。で解説を聞くと。当たり前ですね。そ,そして、自分が考えて読んだのと、解説で読んでるののギャップを見ていく。そして、次には英文だけを見て、それを見ながら、どのように読んでいったのか、どう考えて読み進んだのか、これを再現するように読む。というようにしてほしいです。そして、さらには、今度は音読して、音読の速度でそのようなロジカルに、 従って内容も把握していける。っていうふうにし、そして最後には表現。表現がどう考えて答えを作ったか。そして自分はどう考えたのか。ということを比べていく。そういうことをやってみてください。要約問題で要求されているのは、もちろん本文の内容把握力。そして的確な日本語表現力ですね。で基本的には要約の問題で聞く場合の文章っていうのは、まあ、ロジックのフレーム。これに収まるものが選ばれます。 ロジックのフレームに収まらないもの、そういったものを要約しろという問題が出ることはまずありません。そしてまた、かなり古い時代には、ただ筆者の主張がなく、二つのパターンを紹介するだけといった問題が出たこともあります。が、基本的には近年は筆者の主張があり、そこを明確に見ていくという問題が基本です。で受験生にありがちなのは、メインセンテンス、主題文ですね。 それを見抜き、それを書けばいいのだっていう発想とか、ある部分ある部分を抜いて書けばいいのだっていう発想。でうん、大事そうなとこを拾っていって、そこをまとめるだけ。といった答えの書き方。それをする人も多いのですけれども、それじゃあ、日本語の側の文章構成ができません。ですから、英語と日本語は基本的には構成が違ってくることが多いわけですから、英語で書いてある順に書けばいいというものではなく、 言いたいことを日本語の枠に合わせて、日本語でそこが言いたいことが主張の中心になるように並べ替えてみるということも要求されるわけです。で、今回の講義ではロジカルに読む。このことをしつこいくらい解説します。もう本当にしつこくやります。ですから途中からしつこいなと。もう次に言われることはわかる。というようになってくれれば、これから君たちが自分でロジカルに読むことができます。 ですから、一つ一つ、この文章はなぜここに置かれているか。この文章があれば、次は何が来るはずか。ということを説明していきます。ロジカルに読むっていうのは、簡単に言うと、自分の考えを相手に伝えようと。そういう時には、ロジックのフレーム、枠組みですね。その枠組みの中に入れると。まあ、簡単に言えば、仮想の読者。ですね。実際に目の前にはいないけれども、相手がいると思って、 その相手に説得力を持つように語る。場合によっては反論してくる相手に対してディベートしていって自分の言いたいことを伝えると。それがロジカルだ。っていうふうに思ってくれればいいです。やっぱり相手がいますから、自分の論が脆弱なところとか、例外がありそうなところは突っ込まれる可能性がありますね。そうするとそれを自分で情報しちゃうわけです。自分、確かにこういうことはあるけどね。と言った後に、だけどって言うと相手は突っ込みようがなくなります。 つまり自分の論は補強されていくわけですね。そのようにして自分が言いたいことをできる限り説得力を持たせていこうし、そのためにはロジックというフレーム、その中にきちんと入れていく。日本人から考えると非常に窮屈です。が、これは日本語と英語の違いですから。英語っていうのはあくまでも様々な人種の人が話しても通じる。というような部分がある言語で。様々な人が話して、様々な意見を持ってますから。 共感領域が狭いと。それでも伝えていこうと思う場合には、ある枠の中に絞り込んでいく方が、実は表現できる自由度はむしろ増す。ということになるわけです。例えば、まあ、ごく簡単に日常的に言いましょう。例えば、私の犬は可愛い。こんなこと相手に伝えたい。と思ったとしましょうね。で日常の日本の会話。まあ、日本人に限りませんが、私の犬は可愛いって言った途端に、例えば、 いや、うちの犬の方が可愛い。とか。あるいは、場合によっては、私の犬は可愛い。へえ、ほんでうちの旦那は。その話をする人もいます。それはおばさんと言います。いいですね。おばさんになってはいけません。おばさんには論理はありません。そして場合によっては共感さえありません。自分が話せばそれで満足する。それはおばさんの特質と言えます。そういうものは、いいですね。だってうちの犬は、いや、うちの夫はね、延々とうちの夫の話をして、あ、満足した。 で、あんたの犬誰だっけなんだっけ平気で聞きます。そういうものです。おばさんというのは、ある一定の年齢の女性を指しているのではありません。これは一つのカテゴリーです。いいですか一つのグループですね。ですから、男にもおばさんはいます。若い男性も結構おばさん化しているものはいます。もちろん女性にもおばさんはいます。ですから、特に皆さんはおばさんにならないようにしてください。 女性も年をとってもレイディーになればいいわけであって、おばさん目指さなくて結構です。で、英語ではそのようなおばさん的な文章。これ英語の書き言葉ではほぼ存在しないと。そのように考えて読むようにしましょう。ですから、うちの犬は可愛いということを伝えたいと思えば、例えば、ほらと写真を見せる。これを具体と言います。ね。てか、抽象的なことに対して具体を置くっていうのは、 ロジカルなパターンなわけです。そして、相手に何かを説得したいと思った時のパターンっていうのは、実は、大してたくさんないんです。変幻自在にはありません。例えば、写真を見せる。これを具体と言いますね。あるいは、うちの犬は賢い。このことを説明したいと思ったら、隣の犬を引き合いに出す。隣の犬はこんなんだけど、うちの犬はこれができる。そのようにして、うちの犬の賢さをクローズアップする。 それを対比と言います。そのような具体と抽象の対応とか対比とかそのようなパターンを使うことによって自分が伝えたいことに説得力を持たせる。これがロジックっていうことです。ですからロジカルに読めとか論理的に読めっていうのはとっても難しそうに聞こえますけどもそういうことではありません。自分が言いたいことが一番相手に伝わるようにするとそのためにはある一定の枠つまり技術パターン を使ってはめていく方が伝えやすいじゃないかということなわけです。ですから若干窮屈には見えるかもしれませんが、そのように読んでいてほしいわけです。こういうふうに結論を言った。なったらサポートしなきゃおかしいなと思って読む。そのように読むのを予測しながら読む。と言います。情報を予測しながら読む。そしてここが一番強いなと把握する。そうすると強い部分とバックアップの部分をきちんと分けて読みます。 そうすると、要約を書く際には、一番言いたいこととバックアップを分けられますから。ですから、非常にまとまった回答が書きやすくなるわけですね。ですから、まず読み方としてロジックの中に入れる。そして、そうやってようなものを、今度は中心軸。一番言いたいこと。核心になること。このコアを日本語の中で中心に据えて。そして、残りの補強部分ですね。それを、どの程度、どう入れてやれば、次数内に収まるか。そういうことを考えて答えを作っていく。 っていうのが要約問題なわけです。それでは実際の問題に入っていきます。で、順に英語を読み、そしてその訳を言い、それに対してどのように考えて読み進むかということを説明していきますから、説明を聞いた後、その後自分で読むときに同じように読むというように練習してみてください。It is significant that a scenery which the amateur painter finds most attractive as a subject for painting is a scenery most often avoided by the serious professional artist まず、ここでは、素人画家がアマター・ペイントル。画材として、最も魅力的だと思う光景はこれが The scenery which the amateur painter finds most attractive as a subject for painting ですねで。is a scenery この後 most often ここからが scenery にかかります。 そして、プロの画家が、本物のプロの画家が、Serious Professional Artist が、避けることが最も多い、Most Often ですね。風景である。というのは、興味深いことである。そうなります。ところが、大抵の受験生は、訳せば分かったものだ、というふうに思って、次へ行っちゃうわけですね。ここで、時間をかけてでも、きちんと読んでいく。 きちんと読むというのは、もちろん公文把握をして、内容を分かって訳すということだけではありません。この書き出しから何を考えるべきなのか、こういうことです。そうすると、素人画家が最も魅力だと思う光景は、プロが避ける。っていう話ですね。そうすると、素人画家とプロの画家が対立校として挙げられていること。これに気づきますね。英語は基本的には言語というのは、二進法で進みますから、 対立を使ってロジックが進行することは非常に多いです。で、対立が出てくる場合には、二つ対立させて、A はこうだ、B はこうだ、というだけのことを言う場合もあれば、A がこうだと。このことを言いたいために、B を引き合いに出してくることもあるわけです。で、この場合だと、プロの画家が避ける。それは面白いねっていう話ですから、プロの画家の側に焦点があってます。で、素人画家の側は、対称性を明確にすることによって、 プロの画家がどうであるかを際立たせる。そのような役割をしているのだと。というあたりまでここで読み取りたいです。さらに次文章として何を書くはずかということも予測したいわけです。何を書くと思いますか素人画家が画題として最も魅力的だと思う光景。これ具体化しなければ意味不明です。このように漠然とした表現をした場合、 には、おそらく具体化に向かうだろう。というふうに思って読み進む。それが展開を予測しながら読んでいくということです。そして、その素人画家が題材として最も魅力的だと思う光景は、文の主題ではもちろんありません。第二文。very few of the great landscape artists of the past w e r e present have ever chosen to paint naturally dramatic or beautiful subjects. 古今の大風景画家たちの中で自然のままで劇的で美しい主題を書くことを選んだものは very few。ごくわずかしかいない。訳すとこうなります。ということは、この自然のままで劇的で美しい主題。これを素人画家は好んだのだ。魅力的だと考えたのだ。ということですね。ですから、先ほど漠然だったものが ここに具体化されている。こう考えていきます。そうすると、次はどう展開すると思いますかここで、これを選ぶものはほとんどいないって言ってます。ないという言葉。しない、ない。この言葉は、かなり展開を予測させる言葉です。つまり、プロはこれをしないのだ。と言ったからには、なぜしないのか そしてどうするのか。これは展開するだろうと。というのが自然な流れになるわけです。そのようなことをいちいち一旦読むのが遅くなってもいいですから、一旦ちゃんと頭に描きながら読む練習。これをしていきます。そして復習の段階でそれがかなり自然にできるようになっていってほしいわけですね。それを何度も繰り返す。ですから、この講座では3問しか取り上げませんが、この3問を何回も繰り返す。そのことによって流れ方の一貫性。 ロジックの展開の仕方の一貫性。そしてどう読めば話が見えてくるのか。これをつかんでほしいと思います。A landscape, which is naturally beautiful, rather was attractive to the human eyes, leaves the artist with little to do except faithfully copy what he sees before him. もともと美しいか。あるいは人の目を引きつけるような光景に対しては 画家は、目の前のものを、what he sees before him ですよ。忠実に写し取ること以外には、することがほとんどないからである。ここは構文的には、with little to do except ここで do except の except は以外に。で、本来前置詞なんですが、do except の後は動詞の原型を取ります。まあ、b u t という前置詞と似てますね。ですから、 忠実にコピーする以外には、to do からがレロにかかるので、するべきことがほとんどない。こうなるわけです。そして、ここでは、からだ。つまり、忠実に写し取る以外には、ほとんどすることがないからだ。このからだをつけましたが、これは全文の理由になっていると,ということを見抜いて訳したわけです。英語では、全文 が判断したならば、その根拠を述べる文っていうのは次に来ることは普通です。このように流れが予測されている場合には、わざわざ流れを表す語、つまり、なぜならばとか、そういう語は付けないのが普通です。ですが、日本語の場合はつけていきますよね。そ,そもそもあちこちで飛ぶ可能性があるからです。ですから、訳す場合には、ちゃんとこれは体を意識して読んでほしいし、訳してほしいわけです。 そのようにすると文のつながり、これが意識されていきます。これはするかしないかで大違いで、バラバラに読んでるとつながりが見えなくなりがちです。ですから、これは前の文で、なぜプロの画家はそれを選ばないのかっていうと、それは写し取ることしかしないからだ。なるほどな。だったら、どういう画題を選ぶのか、そして写し取ること以外に何をプロはしたいのか、それが文章のテーマです。 つまり、ようやく文のテーマになるのはそこだ。というふうに、まだ内容は書いてませんが、そこだ。というように見破るわけです。This is all very well for the amateur. Because it means he doesn't need to compose the picture he paints, rearranging the detail of the natural scene. 今度は、これは素人画家にはとても良いことだ。これは、 素人画家にとっていい理由。つまり素人の画家がコピーする以外にはしない。そういうような景色を選ぶ理由になっているわけで。60時から80時っていうことが初めから要求されているとすれば、ここは回答には含まないはずだ。というぐらいには考えてみ進みたいわけです。そしてあくまでもプロが何を選ぶのか。なぜそれを選ぶのか。が答えになり、素人がこれを選ぶ理由は、 ここで付け足されているぐらいのものだと。っていうふうに思ってくれれば結構です。で、because it means ここんところで自分が描く絵の構図を決めたり、自然の光景の細部を rearrange、配置し直したりする必要がないからだ。The scenery has already composed itself for him。光景が彼に変わって すでに構図を決めてくれているからだ。という話ですね。そうだとすれば、ここまで。ここまでが素人画家の話が入ったのだ。というふうに考えてください。でこの場合しつこく言いますが、素人画家とプロの画家が対比で、プロの画家の側に視点が向いてますから、このあたりは全体の比重としては弱いと。というふうに考えてほしいわけです。で、もちろん対立があって、例えば A と B、 こういう対立があって、明らかな対立であって、A の方で何々ではないという表現がなされる場合には、おそらく B は何々だと思ってくださいね。ですから、この場合、プロの画家は自分で構図を決めたいのだ。自然の光景を自分の力で配置し直したいのだ。それを好むのだろうな。ということは当然想定してほしいわけです。 The serious artist, however, does not want this. プロの画家はこのようなことは望まない。However のところからプロの画家に入りました。いよいよ本題が始まった。と思ってください。彼は素人画家が plain. 平板である。とか、uninteresting。つまらない。とか考えて、reject。拒否してしまう。捨ててしまうであろうような光景を好むのだ。こうなります。ですから、ここで、プロの画家が何を書くのか、何を選ぶのかがはっきりと現れました。そうすると、あとは理由を書いてほしい。と思いますね。 The professional prefers this type of scenery because of the challenge it offers to his skill as a painter. プロの画家はこのような風景を好む。それは because。ここからが理由になります。ですから The professional prefers this type of scenery はただ全部を繰り返し because からが言いたいこと。こうなりますね。 で、ビコーズイカは、it offers to his skill as a painter. これが challenge に関かります。画家としての技量に対して、そのような光景が挑んでくるからだ。こうなります。そして、セミコロンがあって。じゃあこれ、挑んでくる。The challenge の具体的内容。つまり、どう挑んでくるのか。何をしろというのか。 ということがセミコロンなど書かれます。to see beauty, where it is not easy to see. 美を見出すのが難しいところに美を見出すこと。これはチャレンジです。to create order, where the natural element are confused. 自然の要素が混乱しているところ。そこに秩序を生み出すこと。これはチャレンジですね。 In short, 要するに、ここにまとめられます。to make art from nature. 自然から芸術を作り出すこと。それがチャレンジですね。ですから、一番端的に言うと、プロの画家は、凡庸な風景を画題に選ぶと。それは、自然から美を作り出すという技量。 を試すものだからだ。というのが回答のコアになるわけです。で回答を書く際には、ダラダラ書いて、そして後から減らしていくっていう答案作成はやめた方がいいです。いっぱい書いといてだんだん削っていくと、おそらく論理に飛躍、ミッシングリンクができてしまったり、あるいは無理やり短くしたら不自然な文になるということが起きてしまいがちです。そして採点はあくまでも日本語だけ読みます。 ですから、日本語だけ読んだ時に飛んでるなとか不自然だなとか何か書くべき要素がないぞというふうに思われた場合は当然得点を引かれます。でまずコアを書くそこにプラスアルファしていくそういうような考え方をしておく場合には確信がずれてませんからですからちょっと必要な要素が抜けたなっていう減点はあるかもしれませんが少なくとも大きな減点にはならないですからまずは確信を攻めるとこうです。 そして、この場合であれば少し時数を足したくなりますからその時には対立概念例えば著者の意見対一般論とかそういうことですねそれがあれば少し加えてやって時数を整えるそういう作業をやっておくことが東大の場合はかなり有効なわけですですから回答を時数で書いてみるとこうなります。プロの風景画画家家は、素人画家が好む、 もともと美しい光景ではなくこの部分を対比を入れました凡庸な風景を画題に選ぶそれは自らの力量で美を見いだし秩序を与え自然から芸術を生み出すためであるこれで実数に収まりますそして実際に生徒の答案例これは一応こちらではだいたい毎年100枚ぐらいのサンプル答案があります そしてて実際得点開示の結果を見ています。そうするとどのような答案がどのように採点されるかもちろん得点解除は全体の得点ですから細かいところまでは分かりませんが少なくともこちらが得点をつけた採点してみたそして東大側が得点解除を出したこの差がほとんどありませんですからおそらくこちらが思うように採点してるだろうというふうに考えてよいと思うんですねそして回答として生徒の回答で多かったのが 素人画家とプロの画家。これを対比するんですが、両者を対等に書いているもの。つまり、素人画家はこうだからこれ。プロの画家はこうだからこれ。これが対等の比重で置かれているもの。これは主題が見えないので減点されると。ということになります。ですから、この場合あくまでもプロの画家。これを主題として設定して書いている答案。そうでないと困ると。